皆さんこんこにちは宅建賃貸どちらも攻略賃貸借借地借家法ミニガイダンスおよび今年が宅建とのダブル合格のチャンス賃貸不動産経営管理士ってどんな資格というお題まあお題は置いといて。 賃貸不動産経営管理士のね資格説明そして、えー、ほんの少しですがね、えー、模擬ガイダンス、えー、まあ模擬講義ですね、えー、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いしますはい担当はレックスエンジン講師亀田ですよろしくお願いします はいではお手元なんですがレジュメ2つ用意できればですねで用意できなくてもね、えー、画面に映していきますのでね、えー、まあ各校そうした人ご自宅でね、えー、見られる方用意できれば、はい、まず1つ目がですねこちらですね今年が宅建とダブル合格のチャンス賃貸不動産経営加にしてどんな資格、まあ、こちらにおいては この賃貸不動産経営管理士の、ねえー、試験の制度それから、まあ、どういう資格かというところを、ねまあ、中心に、まあ、約前半15分から20分かけてです、ね、お話しさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。そしてもう1冊のレジ目なんですが こちらが「えー、宅建・賃貸どちらも攻略賃貸借借地釈迦・借家法レジュメ」ということでこちらに関しては、えー、後半ですけれども、まあ、35分から40分かけてです、ねえー、この賃貸不動産経営管理ね、えー、この講座でどういう形で講座しているのかそしてもう一つはおそらく皆様の中で,です、ね、結構多くいらっしゃるのが、まあ、今年、宅建の試験、ねえー、考えていてそしてもう願書を出して試験を待つばかりだ。 ということですねでその後にもう一丁ということでこの賃貸不動産経営管理士狙っている方が多いと思うんですがまあその関連性なども踏まえてねほんの過ごしですが模擬講義やりたいと思いますのでよろしくお願いしますはいそれでは最初の方のレジュメですね、えー、こちらを使ってこの試験、えー、制度、えー、それから この賃貸不動産経営管理士のね資格の内容などを見ていきたいと思いますのでよろしくお願いします少し大写ししましょうかねまず試験日、えーえー、それから願書を確認しておいてくださいおそらくえー、っと皆さんも見ている段階では8月のね中旬から下旬にかけてだと思います、えー、願書配布と受付が 8月16日から始まっておりますで、えー、ちなみに最終日はですね受付としては9月26日ということとなります試験日は11月17日ですねで、この試験日に関してはまあ、今年、えー、宅建の試験を受けられる方はね タケン試験が10月20日ですから、まあ、そこから約1月ですね。えー、1月後の試験です。で、やっぱりおすすめするにはですね、宅ケ試験終了した後ですね、試験合格発表まで1月半ぐらいありますよね。その間モヤ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 するんだったら、えー、ね、えー、今まで学んだ知識、えー、これを使ってですね、まあ、もう一応この 賃貸不動産経営管理士ね、まあ、関連資格でもありますし、まあ、この後少し説明していきますがね、えーまあ、同じような科目が出てくるっていうところなのでね、まあ、それ合わせて考えていただければと思いますでもちろんですね、まあえー、全く勉強されてない方、えー、これも十分ですのでそしてもう一つは勝、えー、ってね勉強してたり合格してたり、まあ、そういう方もね、まあ、ぜひぜひ聞いていただければと思いますのでよろしくお願いします、はい、試験形式はですね、えー、もう一度ですが 40問です、えー。1時間30分で40問解いていくということとなりますね。で、あのなぜか来年からですね、えー、試験のその問題数が50問になるという発表してるんですが、まあ、一応今年、2019年までは4択の40問ですね。で、えー、合格率、合格ラインはどれぐらいっていうことなんですけれども、2ページ、1ページ開い,いていただいて、2ページですね。えーっと 昨年の、まあ、こちらは平成30年ということになっておりますが合格率としては、えー、50.7まあ約半分ですねで全2年3年見てもおおよそ50%近辺でしょうかで合格基準に関してはここのところ増えているんですがまあ昨年であれば40問中29問ですからまあ高いといえば高いですかね、えー、7, 7割を超えておりますのでねまあまあちょっとそこがしんどいところですけれども おおよそ今年は大きく変わるところじゃないのでね、えー、まあ半分の合格率まあ合格基準としては7割、えー、まあ今日ぐらいを目指していただければというところですねまあそういったものですねで、えー、ちなみにマークシートもう一度1ページですがマークシート4択まあこれも変わらることはないでしょうですね、えー、そのまま取材されますでです。 どういう試験内容科目が出てくるかっていうのがその同じ1ページね下に一応実施団体が発表しているところですね、えー、1番目からですね、えー、試験、えー、の出題の試験の範囲なんですが「えー、賃貸管理の意義役割」「点点賃貸不動産経営者の在り方」点点点いまいち見えてく見にくいところなんですが次の ええー、四ページ見ていただければわかりやすいと思いますね。具体的な法律名などでばらしていくとですね、四ページあのページ数が振ってありません。関数字四番目の宅建学習者のための超短科目別、えー、得点戦略と。 ありますすがそこにですね、まあ、分かりやすく、まあ、科目別に分類して法令系ではどういうものが出ますかそれから、えー、登録制度としてはどういうものが出ますかそれから、えー、賃貸管理の実務、えー、業務系どういうものが出ますか建築設備系ということでこれは別に問題数は決まっておりませんがおおよそこういう形の分類比較で出てくるところがあります。でやっぱり特筆的なののはここ、まあ、お題ににも書いてあるように宅建学習者の ととというところでで捉えるとですね2018年の出題実績だけ見ると一番上賃貸借契約これ、えー、約10問出てきますでこれ言ってしまえば、まあ、宅建との親和性のある科目かというと思いっきりありますっというので20丸売ってるんですね具体的な法令名とするとこれやっぱり民法それから賃貸住宅となりますとやはり建物ですから借地借家法ねまあここからおおよそ10問 程度出てきとというところですねそれからその他の関連法令としてはですね昨年は出題されなかったんですが毎年何問かは出題されておりますで今年はですねちょっとハテナとはしておるんですがあの実施団体が公式をテキストをまあ、えー これを、ね、発刊してるんですがその中に今年の改訂版の中にそれまでの公式テキストには入っていなかったんですがね相続と不動産登記法なぜ、まあ、かこれがちょっとボリュームを持ってね加出、えー、がされてるんですね。ということはまあもし といいうわけででもないですかなり、えー、確率的には高くねまあ、こういうま相、あ、続とかね不動産登記法とかっていうね法律もまあ、かなり主体の可能性がありますのでまあ、そういったところも,もちろん達建で学んだところでしょうね。でさらにさらにですねこの登録制度の話なんですけれどもこの、えー、登録制度後ほどまた触れますけれども、えー、まあ,あの賃貸住宅管理業 なりますと、えーまあ、それのね、あのー、規制があるんですがその規制を考えると、まあ、そこから、まあ、大体、えー、10問弱出てくるんですがこれは、まあ、言ってしまえば。 宅建業者を着ている宅建業法のまあアレンジ系のようなものなのでもちろん中身内容は違うもののですねまあトライの仕かがこの宅建業法と似てるのでまあこの辺おそらくストレスなすすんなりね約40問のうち半分の20問はその今までの持っている知識ですんなりいけるわけなんですね。 だからこそやはり、えー、まあ今まで宅建勉強されてる方ね有利に働くというところですね。でまあ、さらに言いますと、まあ、残ってる二0問どういう問題かっていうところなんですが、えー、賃貸管理業務系としてあります、えー、確かに専門的なところはあるもののですね比較的ですねえー、っとまあ常識感覚で取れるものとそれからまあ特に業務されてる方はね、まあ、なじみが深いところなのでまああのー 一般知識という形でまあ、えー、捉えていただければそれほどですね、えー、組みにくいものじゃないんですねですからこの辺もスストレスにならならいいと思いますまあまあ若干ストレスかなっていうのは、まあ、建築設備の問題なんですけれども、まあ、問題数自体がね大体56問ですからまあ大差、えー、この合格に対してねそれほど影響を与えるものではありません。でこう考えるとまず一つは、えー、まあ卓研、えー、勉強経験ある方はかなり有利に働くとは思って いいてくださいで,す、ねはいまあ、ですから是非是非ね、えー、今年の卓球試験の終、うんまあ、了後からひとつありますと、まあ、十分というかもう十分すぎるくらい勉強時間ありますのでね、えー、その辺りで、ね、もう一応死んだ不動産経営鑑識、えー、頑張っていただければというところなんですがえー、っと 今年に関してはですね特にまああの卓研というところが前提としてもうこれを置いといてぜひぜひ今年取ってもらいたい理由がありましてですねそれはえっ、ー、ともう一度レジュメの2ページに戻りますが、えー、こちらにですね、まあ、合格率それから合格点が書いてあるところなんですがその下にですねちょっと仕事将来性と見ていただきたいんですけれどもまあ現在の状況としてありました。 で今もって現在どういう状況かというとこの資格はですね、えー、ざっくり言ってしまいますと、えー、賃貸住宅。 えー、これを管理する業者において必要となってくる資格これが賃貸不動産経営管理者なんですねでこの賃貸住宅の管理業とは何度やっていうところなんですけれどもあの建物を持って住宅として賃貸する、まあ、大家さんいますねその大家さんは自分で管理するわけではありません、えー、もちろん手広く管理する方もいらっしゃるんですがおお、まあ、よそです、ね、外部委託してその建物の管理もその建物の管理というのはやっぱりね、えー、家賃のことであったり敷、まあ、金のことであったり生産業務であったりそういうであったり いうことね。そこをまあ、委託を受けて管理してる賃貸住宅管理業者です。で、この賃貸住宅管理業者はですね。あの法律上の強制的な登録制度はされておりません。あくまでも任意でね。どうぞ登録される方はどうぞということでね、えー、登録しているんですが、まあ、そうなってくると。必ず！ えーまあ、いやいや例外もありますがけれどもね賃貸不動産経営管理士これのまあ設置義務がありますよっていうところなので、えー、この登録制度自体任意であるもののやはり登録すると、あのー、国交省の方に、ね、名簿が備わりますので,で今インターネットあのスマホでもポンポンとすると登録している賃貸住宅管理業ってすぐ出てきます。 そうすると、まあ、お客さんとなる、えー、まあ、大家さんですね、えー。やはり信頼できるとなると、その、えー、国交省にね。えー、まあ、えー、名簿を備わっているところ、まあ、選ぶでしょうからね。まあ、そうなってきた時には、まあ、この賃貸不動産経営管理士ね。それが、まあ、セットもので必要となってくるというところです。これがですね、実を言うと。 28年8月に、ね、この賃貸不動産権益基地の設置が、まあ、義務付けられているので,です、ねまあ、あのどん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 ん賃貸住宅管理業ということがです、ねまあ、昔はフリーでできていたものが、まあ、任意の登録制度になってそして、えー、とさらにさらに今おそらく、えー、国としては、ねまあ、強制的な登録も考えながら、ねえーまあ、今段階的ではありますそうなってくると、まあ、将来的にあの世の中に賃貸住宅管理業が山ほどあります。 そしてまあ、そこにおいてね必要な資格になってきます。えー、まあ、法規制される前、えー、今今のうちに取っておこうというのがまあ一番ね、えー、いいことなのでまあ、特に今年進めますというところですね。でそれは一つこういうところにもありますね。あの先ほど冒頭に言ったんですが試験今年は、えー、40問の試験でありますがなぜかですね来年まあ、別にオリンピックに合わせれてるというわけじゃないんです。 けれどもね来年の2020年度からまあ、これ問題数が50問になりますよって今から、えー、まあ実を言うと今年の春先からなんですけれどもね、えー、発表してるんですよ。でもちろん今現在においては賃貸住宅の管理業はこれ任意の登録の制度ですから法規強制はありません、えー。ですから賃貸不動産経営管理も必然的にこれ民間資格ね国家資格か民間資格かといった今現在は民間資格ということなんですね。でも 早々とととと50にしますということとか、まあ、あの任意でも登録,制、えー、登録してしまえばね賃貸不動産経営管理士この世の設置義務が必要だっていうふうに謳ってる以上は、まあ、将来の法強制、えー、イコールこの賃貸不動産経営管理士もね国家資格になる可能性これ可能性もあるじゃなくてかなり、えーまあえー、高い確率でくるでしょうからね。ですからら、あのー、おそらく 国家資格に完全になってしまいますと、今よりも難易度がさらに上がってっていうところです。えー、ま、その前にね。まぜひぜひ資格として取っていきましょう。というところではありますかね？はい。はい、それともう一つはやはりえっ、ー、と近年の流れの中でこちらはですね。あのなぜ今現在持ってですね。あの。登録制度えー、ま任意ですが、進めてるかって言うとですね。 あのまあ、親業をされている方はですね昔はそれこそ商売でされていて、まあ、かなり資産を持ってそれなりに考えてあるのでそんなに不正は管理する業者との関係でねそんな不正は起こらなかったんですけれどもし住宅を貸す方がさまざまな形態が出てきてそれこそ多様化でしょうかね、えーまあ、例えば、ですねあの意図せぬところでですね親から住宅をまあ引き継いでしまった。 で私は実際に住んん。でおりませんいわゆるるよくある空き家ですねで。空き家を放置するわけにはいきませんからその空き家をですね、えー、どうにか、まあ、運用しなきゃいけないっていうことでちょっと新たな大家さんが出てきたんですね。 それからら、まあ、こういういのもあります。まあ、自らです自でね、あのー、今も騒がれておりますが老後の不安ですね、年金だけではどうしても足りないというような時になりますと今から、まあえて資産運用するために今まではサラリーマンでしたで今、まえーまあ、これからのためにです、ねえー、少しのお金をはたいて、えー、で賃貸住宅を手に入れて今度は大家んになってとっていうことも増えてきた。 それから、えー、多様化の中ですけれどもね一つの、まあ、住宅をみんなで持って、まあ、時折この証券化してね、えーまあ、あの資金運用だけ考えていくこうというさまざまな形態が出てきたので。 えーまあ、その中でやはり規制していかなきゃいけないというところですねそして、まあ、その根底となるのは、まあ、今世の中にはやはり、えー、賃貸の、えー、住宅がおおよそ多く余っておりますのでそこをどん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 活用し,こうしていこうという、まあ、国全体の流れもありますから、まあ、今後のこの資格を考えるとぜひぜひね、まあ、今年のうちに、えー、取っていこうというね、えー、ところですね。あのーまあ その登録制度が、えー、見据えているということとやはり、えー、世の中でまあ、空いている住宅などが多数あるまあ、そういったところからねあの賃貸不動産経営管理士、えー、これの将来性がまあ、もちろん望まれているというよりもねまあえー、賃貸住宅、えー、管理業の方からですとねどうしても求めているというところではありましょうかね。はい、えー、で実際に 賃貸不動産経営管理士はどういうことをするかっていうところなんですが、それがまあ3ページにありますかね。はい。えー、っと、先ほど言ったように、ちょっとね、見にくいんですけどね。 あの賃貸住宅管理業というのはですねこの貸主さんからね委託、えー、を受けて管理するっていうところなんですけれども、まあ、あの私はきっちりとした管理業ですというのを示すために、まあえー、国交省に備えある名簿に、えー、載っていきますそうすると必然的に、まあ、下に見えるように賃貸不動産経営管理士ねこれを、まあ、設置義務が必要性となってきますでこの賃貸不動産経営管理士は具体的には何するかっていうと、まあ、お客さんである貸主ね、えー、さんにる 貸し出さんは、えー、実際に賃貸の管理をね管理業者に頼むこととなるんですがその時の契約内容ですねこういう契約内容ですよっていうので事前に説明していく、まあ、いわゆる重要事項の説明ですねそしてその重要事項を説明者への記名応押印で契約を交わしますその契約について、えー、責任持ちということで、えー、管理受託契約の記名応押印まあどっかで聞いたような話ですけどね、えーまあ、こういったことをするのが賃貸 不動産経営管理士だと思っておいてくださいですねですからそういう専門家がま必然的に、えー、その管理業において必要となってくるのでまあ、事務所においてはねその賃貸不動産経営管理士という資格これをまあ設置義務が備わってきますというところですねこれもまた、えー、どっかで聞いたような話ですがまあ、結構あのた 不動産業者まあ、宅建業者における、えー、宅建士のね。また、あ、ちっと非常に似ているところです。まあ、ここからもね。非常に馴染みがでまあ、出てくるような資格だと思ってください。ですね。おおよそこの賃貸不動産経営管理士の試験、そしてまあ、どういう仕事をするかっていうのは分かっていただけたとは思います。 でそうなってくると、まあ、次に考えていかなきゃいけないのが、まあ、どういう試験内容かというところで先ほども見ましたがまあおおよそ賃貸ですねであの賃貸不動産経営管理士ということなんでおおよそ賃貸関連の法律そしてそれに関連するね、えー、知識っていうところが多くなってるんですが、まあ、実を言うと宅研の試験においてもここ数年ですかね非常に賃貸の重要性が高まってきて。 賃貸自体の出題は増えてます。で、昔からですね、借、えー、地借家法これは必ず出題されておりますし、えー、まあ、別途民法の分野からも出題あります。で、その辺考えるとですね、あの宅建においてもどん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 ね、賃貸の重要性が高まっている中です。ぜひぜひその、えー、知識を使っていただいてね、えー、まあ、見ていただきたいということなんですが、ここで一つレジュメをちょっと交換していただいて賃 対失礼えー、宅建賃貸どちらも攻略賃貸借借地借家法レジュメということで、まあ、あのどういった形で宅建の試験と関連づくかでもちろん完全に合致はしておりませんけれども、えーまあ、賃貸不動産経営管理者のとねプラスアルファどういうことを勉強していくかっていうところをね少し模擬講義形式でねお話しさせていただきますのでこちらのレジュメをちょっとご用意くださいませですね。はい では中身を踏まえて見ていきますのでよろしくお願いします,です、ねはい。ではですね、えー、まずは1ページ、2ページ目を開いていただければと思いますので、ねはいえー、2ページ、3ページですね問題劇になるんですが、えー、失礼しました。 3ページの問題これ実を言うと昨年出題された問題なんですが、まあ、早速、えー、っと問題なんかをちょっと考えていきたいと思いますので3ページね30番と、まあ、これはレックの,の、まあ、過去問集の、ね、番号なんですけれども具体的に2018年昨年の問いの12番で出題されましたという賃貸不動産経営管理室の方の過去問ですね。まあ、一瞬時間取りますので 考えてみましょうせっかくですからねはいえー、と最後までしっかりところという方はね一瞬まあ画像を止めていただいても結構ですしね、えー、せっかくですからで 組み合わせの問題となっておりますはいではちょっと考えていきましょうですが、えー、お題あの赤くねライン引いてありますけれども定期建物賃貸借についてですです、えー、現在においては建物賃貸借ということを考えるとこの定期建物賃貸借ね、えー、ニーズも非常に増えててまあ かなりの率でね、あの建物賃貸借が、この定期建物賃貸借となっておりますが、えー、出題はあほぼされております。この賃貸不動産経営管理士ね、えー。多い時だとね、複数台取材されることがあります。これは、ちょっと横にですね、えー、2ページの方に、あのー、卓研でもほぼ毎年出題されておりますよっていうね、えー、ところなんですが、これは、えー、っと、卓研のですね、えー、いわゆる、あのー、 多くも過去問題集ここから抜粋してねやってるんですがまあこれも昨年の問題ですが、えー、問い番号で167番と打ってありますでそこにですねまあこれは混在した物件、えー、問題なんですけれども、えー、足の1番と2番ね定期建物賃貸借、えー、という形で出題されておりますこれ宅建においてもですね実を言うと 過去10年ずっと毎年この建物賃貸借は定期建物賃貸借ということの前提の問題がまあ取材されているんですね、えー、ですから必然的に賃貸不動産経営管理者、まあ、こちらにおいてもやはり定期建物賃貸借これが出てくるとは思います。でえー、内容ははそれほど難しくはありません本来建物賃貸借というのは 変わりりがありませんからそれから経済的な格差考えて、えー、賃貸人と賃借人から言いますと賃借人はね、えー、不利益な契約を結ばれるということで極力賃借人ね、えー、これの継続的な使用を守ってていいここううということで修正されております基本的に建物賃貸借っていうのは期間の定めがあったとしても更新が原則で長い間、えー、賃貸借が継続していくということで修正がされております。ですね。 ところがそうなってくるとやはり貸し手としても躊躇してきてしまいます。それから借り手の方もですね、えー、多様化がありますので定められた期間で当然終わるような賃貸借を作ってくれ。で、定められたのがこの定期建物賃貸借ですね。ポイントは定められた期間で当然終了をしますと。えー、更新がなくね。だからリスク説明として確か。 貸主の方としては借り主に対して、えー、これは定期建物賃貸借すなわち期間満了によって当然し更新はしないと、ねえー、いうところです。ここれを書面でもって事例に説明すること、ね、そしてさらに契約を締結してその契約自体を書面で行うこと。 まあこの2つを要件として、定期建物賃貸借、えー、これを認めております。というところですね。まあ、そこばかりなんですね。でそれぞれ聞いているところはねまあ、ちょっと違うんですが、その一般的にその定期建物賃貸借、えー、これについてのお話がこの問題です。 ところで、えー、っと、これ、後ほどですね、じっくりかけて問題解いていただければいいんですけれども、えー、こちらの左手のですね、167番は昨年の、まあ、宅建の問題ですが、非常に簡単です。えー、足の1番と2番、これ定期建物賃貸借ですが、まあ、それを置いといてね、えー、こちらのね、まあ、通常の建物賃貸借におけるの、まあ、3番の足が正解ということとなるんですが、あの、定期建物賃貸借を踏む、まえて、基本中の基本知識が出てきてます。一方、 賃貸不動産経営管理士の方も非常に基本知識ではありまして、まあ、ちょっと一つ一つ見ていきましょうかね。足の A いきますね。定期建物賃貸借の事前説明ですね。えー、事前説明とそして契約締結を称する書面、これは一つ必要となりますので、その事前説明の方ですが、更新がなく期間の満了による契約が終了する。これを口頭で説明する必要は、えー、わけはいきませんのでね、えー、書面の交付が必要ですっていうのも明らかに誤っております。 それから「E とありますが定期建物賃貸借に契約の締結に先立って説明を受けた旨の記載がない場合にはこれは事前説明書を交付して説明したとしても、えー、契約の考慮が生じないとあるんですがちょっと変わった聞き方ですけれども一つポイントはこの定期建物賃貸借は契約締結前に書面で説明してさらに契約自体を書面でしますので2つの書面があるんですね。だからわざわざざ後ほどの、えー と契約書に事前にして説明したということなど書く必要など全くないのでねもちろんあも意味も異なっておりますそうすると必然的に正しいものは「う」と「え」ということで一番下の「ですねうえー」ということとなります。でまあこの時点でも他竹の,の知識持ってれば簡単でですねおおよそ似たような知識が出るんですが。 一つ、この賃貸不動産経営管理士に関しては、実務上のことがよく出てくるんですよ。あの、いわゆる法律釈士上のものだけではなくね、ねもちろんその法律釈士のものがありますので、まあそれプラスね、えー、です。で、それが一番下の A の足なんですね。これはあまりというか、ほとんど宅建では聞かれない知識でしょうかね。はい、ちょっと読み上げますね。賃貸借の媒介業者が 宅建業法による重要事項説明書に基づき更新がなく期間満了による契約が終了する旨の説明を行ったので貸主による事前説明を省略した、まあ、この場合は定期建物賃貸借として効力を有するか有しないかっていうと有しません、えー、すなわち通常の建物賃貸借となるというところなんですねでえー、一つはあのもちろん法律規定上を明らかに貸主が 説明しなければいけないっていうことで、宅建業者とは一言も書いてないですね。ところがもう一つの法律として、宅建業者は宅建業者で定期建物賃貸借の場合は重要事項説明としてね、あのいわゆる宅建業法上の重要事項として定期建物賃貸借であることを説明しなければいけません。えー、もちろん両者に、えー、義務が課せられておるということで、賃貸借契約、定期建物賃貸借契約が成立するかしないかっていう段階ではもちろん。 貸主がやるに決まってますっていうことで、まあ、その通りなんですが特にあの業務経験がある方なんかおやおやということもあるし一般的な感覚で言うとそもそも賃貸借建物の賃貸借契約結ぶ前に大家さんんんとと借,、まあ、借り手の方が顔合わせすするることなててあるんかいっていっう話ですね。そうなってくるとなんとなく自分の経験則を持ってきてうーんこれでいいのような。 えー、大家さんが説明するなんて私は聞いたことないよと確か私、えー、今は住宅でも定期建物賃貸借多くなってますのでね私定期建物賃貸借で借りてる契約締結前に大家さんと会ったことなんか、えー、というよりも今もって会ったことないそうなってくるとううっ と思ってしまうんですねこういうちょっと実務的なちょっとポイントが出てくるのがまあこの賃貸不動産経営管理士ズバリズバリ言いますこれは宅建業者が重要事項の説明したところで、えー、貸主の方がね、えー、事前説明しなければこれは大変なことになります定期建物賃貸借としての効力生じませんので当然終わると思ってやってたとしても当然終わりません普通の建物賃貸借になるというところなんですね、えー、これはその後ちょっとこの賃貸不動産経営管理士の,あの内容の テキストなんですが、えー、っと、ページを少し進めていただいて、ページ数振っておりませんがですね、えー、っと、4ページ、5、6、7ページに該当するところでしょうかね。はい。えー、関数字10番で、定期建物賃貸借。 というお題で、ここから何ページかね、定期建物賃貸借のまあ知識が続いていくんですが、そこの次のページですね、これはまたページ数振ってあられなくてすいませんけれども、ワンポイントとしてあります。このえと定期建物賃貸借のページの次のページですね、はいこちらにワンポイントとありますが、ここもわかりやすいようにアンダーライン振っておきました。たとえですね、賃貸借の媒介業者が仲介者の立場で重要事項を 説明を行ったとしても、定期建物賃貸借契約の事前説明を行ったことになりません。まず、ばりずばり。じゃあ、新退人がねえー、吉兆と説明しなければいけない。これは試験的にはこのように考えておいてください。ですね。はい。ただ、ここではやはりモヤモヤは消してください。ということですね。あの、先ほど言ったようにたとえ、定期建物賃貸借においても。契約締結前に大家さんと、えー、借りる方が顔合わせすることはまずあり,ありません。 えまあプライベートの問題もありますからね、えー、契約もしご破なになったら、えー、と賃貸人と賃借人っていうのは基本的に他人同士ですから、ね、それを知り合うというのは非常にね、まあ、怖いことは怖いので、まあ、顔合わせはちゃんと契約終了してからねそれから、えー、契約だけしてですね、まあ、遠くの方に大家さんが住んでてって会ったことがない方もありますが、まあ、実際その通りです。ではこういうものがなぜ通用してるかっていうところなんですが本来だったら貸主さんが これれ事前説明しななけけばいけないものの世の中代理によってさまざまなことを行うことができますので、えー、それを代理用になってやってるのはやっぱり宅建業者でしょうかね、えー、宅建業者自身が親さんの代理人となってそれで事前説明をやっていくという形をとっております。ただここ一つポイントとしてあるんですが 宅建業者は宅建業者としてこれは宅地建物取引地に重要事項の説明をさせなければいけませんそれは一つ問いのことなんですが合わせてもし宅建業者が賃貸にね代理してこの事前説明を行うのではやはりその旨きっちり借りてる人にね伝えていかないとこれそれこそえー、っと代理でいうところの懸命のない行為となってしまいますからね、えー、そうなってくると後で揉めるということなので 本来もちろん宅建業者は重要事項の説明をしつつもですね、まあ、それは併せて貸主の代理人としてこの借地借家法上の定期建物賃貸借の事前説明としてでも行っていくこれをきっちり借りてる人にね、まあ、伝えていかなきゃいけない。 ところです、えー、きっちりとした方法の中でねでこれされてるかされてないかっていうのは非常に微妙なところなんですよだからそういうちょっと実務的なですねまあ,あのちょっと危うい業務をやってませんかそういった注意喚起のところからも出題されているのがこの賃貸不動産経営管理士ですはい、内容自体は難しくはないんですけれどもねちょっとややプラスアルファの部分があるのはこの賃貸不動産経営管理士におけるこの 賃貸釈釈迦法の、まあえー、勉強のポイントだかと思っていますところがもう一度、まあえー、レジュメ戻っていただいて2ページ3ページと照らし合わせていただきますと明らかに違うのが宅建との違いですね、えー、こちらが宅建の昨年の問題です同じく定期建物の賃貸借、えー、で昨年の賃貸不動産経営管理ですね、はい、一つは文字量です 学研の試験の特徴とすると簡単なことを意味なく無駄に勝分にしてきますね。まあ、そこからちょっと知識をかいつまんでいかなきゃいけないってそういううっ作業が残るんですね。それからおおよそ事例になりますので知識を事例に当てはめて解かなきゃいけないので非常にやりづらいところがありますが賃貸不動産経営管理士の方はまあ、先ほど言ったよね実務的なねプラスアルファの知識はあるものの問題自体が非常に簡潔なんですよ。規定そのままですし 短文ですそれから事例当てはめもそれほど多くありませんのでまあ、これは一つ、えー、まあ勉強が組みやすいという点なので宅検の知識があったら十分ですね、えー、対応できるというのは一生、えー、まあ一項願っていただければと思いますねで、えー、もう一つ二つちょっと検証したいと思うんですが、えー、っとこのレジュメを進めていただいくとですね これもページ数が、ああ、今度はページ数振ってありましたね。えー、と11ページ、そして前の10ページを、まあ、見ていただきたいんですが、10ページがこちら、えー、宅建の同じようにね、大久門からの抜粋、えー、これが乗っかっております。そして、えー、と隣の11ページなんですが、これが昨年の賃貸不動産経営管理してね、また賃貸借の問題からなんですが、えー、見比べるなりしてね、えー、ぜひぜひこちらの 番号でいうと35番と振ってある賃貸借契約こちらの問題考えてみてくださいですね、えー。ポイントはここにありますよっていうことでねあアンダーラインはしときましたがね。はい。 この足の時間がなければ、えー、と他読む時間がなければこの足の3番だけでもね考えてくださればと思いますので、はい、貸臣主の地位の承継があったとしても特段の事情がない限り敷金は新借り主には承継、えー、されない借り主の地位の承継があったとしてもね っていうこと、まあ、ちょっと文が簡潔に場面設定が非常に曖昧ではあるものの、おそらくこの知識だよなっていうのは推測立つと思います。あの通常建物賃貸借においては資金がですね、えー、借りてる賃借人から賃貸人の方に交付されているはずです。その交付される賃えー、資金なんですが、その賃貸借契約継続している中で。 賃貸人が交代する場面もあります賃人も交代する場面があります。果たしてその旧賃弱人が交付していた敷金がどうなっていくかっていうのを、まあ、宅見であればおそらく勉強されてって、えー、ほぼ品質項目でやってると思いますね。でその問題まあちょっと類似の問題というので挙げていたのがその隣、えー、のね10ページにあたる問題です。こちらもわかるように マーカー引いときましたので確認してみてください、えー、借り主 A はという書き出しですけれども資金についてですそしてこれ、えー、足の3番を見ますと賃貸借契約期間中に A すなわち A というのは事例当てはめでいうところの借り主ですね、えー、借り主が D に対して賃借権を譲渡しました、えー、その場合で B がその賃貸借、えー 弱権の譲渡を承諾した時貸してる方ですねその場合敷金に関する権利義務は東電に新しい D に承継されるかとあります同じことを聞いてるんですねまた文末や違い物はい、えー、おそらくすぐ感じるとは思いますが2つの場面に分けておいて、えー、貸してる方ね、えー、賃貸に、えー、このね貸す方が えー、交代した場合は資金関係は承継されていきますがこの賃弱人の方です、えー、借主の方の a これが交代したとしても資金に関する、えー、権利は当然 d に承継することはないですというので明らかに誤ってますねこの知識なんですよ、えー、もう一回十一ページ見ますと今度はまあ簡潔に借主の地位の承継があった、えー、資金は新 借り主に承継されない。その通りですね。で、回答としては正しいものはどれか？はい、その通りです。ということですね。はい。はい、と。まあ、ほぼほぼ宅建の知識を使っ。 でそのまま賃貸不動産経営化にしえされることが、まあ、賃貸借全般でいうとおおよそやはり7割8割占めておりますので、まあ、そこが、まあえーまあ、比較的というかかなりね、まあ、アドバンテージにもなりますし、まあ、ストレスもなくまあ勉強できていくところですね、まあえー、見ておいてください。えー、で卓球、あのー、においては確かにですね、えーまあ、全体でいうと3問4問なんですけれども、あのー、やはり時間かけてまあ 特に取りにくい民法関連のね、えー、いわゆる権利関係の中では比較的点数取れるところなんで、結構時間かけてね、勉強されてはいると思います。まあそれをね、ぜひぜひ使ってみてくださいというところですね。で、もう1回だけちょっと検証しますと、えー、やっぱり宅検で出てきた時は事例当てはめで、そしてさらにさらに、えー、文字数が非常に多い。 えー、賃貸不動産経営管理士の方はね、まあ、この辺もまあ非常に簡潔な問題ですので、まあ、この辺も組みやすいと思ってくださいその、まあ、究極的な対比というわけではありませんがテキスト、えー、さらにずっと進めていただいて24ページ25ページね、えーまあ、こちらちょっと開いてみてくださいですね、はい 24ページにですねこれまた昨年の宅建試験の問題でありますけれども、えー、番号ね同じようにあのウォーク問過去問題集の163番目、まあ、こちらからのまあ問題なんですけれども、えー、隣に25ページにこれまた昨年2018年の賃貸不動産経営管理士こちらの過去問が上がっております。これどちらもですね賃貸借終了後の 現状回復におけるポイントととということとなります、はいえー、最初に見比べますと賃貸不動産経営管理士の方は非常に簡潔にまとまって文が単純に正しいか誤っているかまあ生き方がね最も適切なものはということとあるんですがこれが卓球になりますと何を考えてこんなごちゃごちゃっとするんですがわざわざ判決文まで乗っけて、えー、そしてその判決文を、まあ、読ませた上で考慮していきますが全く 全く同じこと聞いいてるんですすよ、えー、いきますねどちらから見ましょうかね、えー、この問いの163番ある「宅見」の方から見ますがこれ判決文には要約、まあえー、するとこのアンダーラインしたところは書いてあるはず、えー、ことだけなんですね。はい、いきますが「賃貸借契約終了すると、えーまあ、契約終了ですから、まあ、現状回復に戻し,、えー、してね、えー、これは返還しなければいけないところですね。 建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての現状回復義務あの普通に使っていれば、まあ、減っていくものこれをどう現状回復させるかっていうので、まあ、争いがあるしそれからまあ契約上のポイントもあったりするんですが、まあ、それはそれで置いといて足の一番ちょっとここだけ読んでみてください。一緒に読みますかね 賃借物件を賃借人がどのように使用しても賃借物件に発生する損耗による、えー、原価減ったものの、ね、回収は賃貸人が全て賃料に含ませてその支払いを受けることによって行っているはあもちろんですね使い方は様々あります。えー、通常損もすなわち普通に使っていればですねこれはこれは誰しも減っていくこととなりますのでもちろん 大さんがね賃貸人が出して当然という意見もありますがこの言葉ですね「賃貸人がどのように使用しても」じゃあ「ハンマム乗ってぶったきたきながら使いか使ったとしてもこれ賃貸人が恩かっていう話でもうそのひ一言をもってこんな細かなことないんですね。どのような使用の仕方まああのー、これ竹の試験ではこういう傾向があって判決文が書いてある問題は判決文読まんでもどう書いてもこれおかしいでしょう。それちなみに、えー、誤っているものはどれかですね。あの 一般的な感覚さえ持っていれば、えー、こんな文がおかしいに決まってるんですね、えー。もちろん回答は一番誤っておりますということです。えー、ここですね、あの知識はいりません。賃借人がどのような使用をしても賃貸人がすべて賃料に含ませて。でちなみに賃料っていうのはもちろん定まった額です。でもちろん増額請求減額請求あれは途中の話なので賃貸借が終わってからあの時はごそっと。えー 上げさせててもらいますよってそんなバカなことはできませんのでそれを全てね、えー、支払いによって受けているてバカな話しないっていうので、まあ、逆に勉強してなかったら間違えるわけがないような問題それから判決文さえ読まな,きゃいけ,な,い読まなければ、えー、間違いがすぐあるような問題なんですね。で なぜか判決文を読んでしまうと混乱させてまあこれがま常と手段なんですが賃貸不動産は素直に聞いてます、はい、ちなみに全く同じことを聞いてると思いますので、えー、25ページ側の問い番号があります23番同じように現状回復を,をめぐるトラブルとガイドラインですけれどもちょっと読んでみましょうかねはいそこの足の3番目ですね、えー、ガイドラインでは、まあ、このガイドラインというのはあの 国交省が、ね、示しているまあ現状回復にする、えー、の考え方はこうですよっていうのでね、まあ、指針を示しているものですねそこにおいては賃貸建物の鍵の紛失は賃借人の負担とあ判断される場合が多いためまあこの鍵を通常管理しているのは賃借人ですねちなみに契約がありますのでやはり賃借人といえどもね全館注意義務負うはずですそうすると鍵紛失その全館注意義務というのは普通以上の注意義務ね えそれをはずんでなくしたらそれは通常感覚で言うと侵略人でしょう。でもそれ,それでいいんですけど、括弧が見えますね。明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの、通常の使い方とは言えない。えー、先ほどの何でしたっけ、えー、っと判決文の問題でいうところのどのような使用をして、えー、まほぼ同じ言い回しですね。えー、通常の使用等とは言えないものね。こんなものはもちろん。 借主ねっ新人に負わせるに決まってるでしょう。えー、借り主は現状回復疑問を思う。これもほぼほぼ常識感覚で正しいんですよ。でちなみにこの新体不動産経営管理士の問題の方は最も適切なものまあ言い回しかわってますが正しいものを選んでください。そういう問題ですからね。まあそうするともちろん正しい。ということでまあくしくもじゃないんですけれども同じようなね、えー、ことを聞いております。 まあこれ典型的なものです形式がここまで違うとねハッてなるんですけど結局同じことを聞いてて同じ足が正解足になってるというのが、まあ、現状としてあるんです。ところがですね、えー、この番号でいうところの23番の問題、えー、昨年ね卓研受験された方が全部回答できたかってそうでもないんですね。それははつやはり最初に言いました実務上の 多少のポイントが出てくるところがあるんですね。で、その実務上のポイントとして挙げられるのがこの現状回復されるするに際しては、まあ、ガイドラインこれが交付されておりますので、そこにですね、まあ、具体的なまあ、例としてどういうものが上がっているかっていうところですね。えー、それがえっ、ー、と正解足になっている3番以外の1 2 4に彫り込まれているんですね。1番目、えー、簡単にいきますと、このペット飼育によって で生じた臭いとかそれからまあ柱のガシガシ傷つきですねこういうものをどう考えるかっていうところです感覚としてそれはかっいや許した方がまあ微妙なところですよねはい二番目はいそのガイドラインではエアコンの内部洗浄、えー、これはま明らかに通常の使用等に、えー、結果とは言えないものあ果たしてどうかなっていうところですよね通常と言えるような気がするんですけどねはい、えー、で四番目ですね、えー、ガイドラインではフロ トイレ、えー、洗面台の水垢カビ等は新略人が通常の住まい方使い方をしても発生するうーんそうかなうーんというようなね これ微妙なライン聞いてきてきるんですよね1番2番,、まあ、1番はまあ大体わかるかなっていうところなんですがも2番とか特に4番目なんとかね考えようになるんて、まあ、こういうところはしっかりやらなきゃいけないんですね。でこの賃貸不動産経営管理士はもちろんそのベースとして宅建の知識を持ちながらやはりこういう実務的な、ね、ポイント論点これはやはりあの上乗せしてやっていただきたいところです。でこの点に関してはやはり講、あ、座、のー、で使うテキストでも、ね、記載ありますが。 このあ、えー、とページ数で言うと27、28、29ページに当たるところでしょうかね、まあ、ちょっと書いてあるところだけ抜粋しますが、まあ、なんか図のようなものがあって、そしてその下の方にやっぱりワンポイントとありますので、ちょっと一面やっていきましょうですね。はいえー、一番下のところに書いてありますね、ペット、まあ、これは原状回復のガのイドラインの記載ね、ね具体的なものですが、ペットによる柱、クロス等に傷がついたり、臭いが付着している。 こういう場合の現状回復としてはこれは一般的には賃着に負担とされておりますとまあ、そりゃそうでしょうねっていいう感覚はあると思います、はい、そしてその次ねエアコンの内部洗浄、えー、これはまあ内部洗浄ということは通常のね、えー、いわゆる使い方、えー、まあ通常損耗というふうに考えてもいいので、まあ、これはもちろん賃貸に貸主の方が追っていきます。 でその下なんですが風呂トイレ洗面台の水垢カビ等は借り主の方がね現状回復義務を負うとしておりますあのー、やはりですねあのー、今の住宅に関してはまあ、比較的カビとかねあのー、まあ水垢とかできないようにしてますので,でもちろん物によって違うものですね、えー、この カビとかね、えー、そういうものはやはり発生させないように借り主の方がやるべきだろうというところで、まあ、ガイドラインを置いておりますのでね、まあ、こういう結果、まあ、この辺はやはりしっかり実務上の知識を勉強しないと、まあ、見えてこないところもありますのでね、まあ、そこはまあやっていくただ難しいことをやるわけじゃないということともう一つはですねこれあの法律上の規定じゃなくて、えー、っとカビとかは誰が負うかっていうと。 一般的には沈着人が追っていくということなのでそうすると。 まああの賃貸その管理する上で非常に大切なものはやはり契約書のででやっっっぱりきっちりきちて,ていうここうとなんですねあの何にもそういうところが記載してなかった時はすいませんけれども借り主の方になってしまいますよというところなのでやはりえまあ賃貸物といえども非常にさまざまありますのでまあ物によってはねまあきっちりえ貸主と借り主,主の方がまあしっかり話し合った上でどうするかというのも決めてそしてそれを橋渡するのはまあ 仲介業者で宅建業者だったり、まあ、その後、まあちょっとタッチするのがやはり管理業だったりするのでね、まあ、そういうところきっちりあのガイドライン上にはこういうことが書いてありますよ、まあ、ところでそれはそれで置いといてじゃあそれに対する対策どのようなものを取っていかなければいけませんかっていうところまで聞いてるのがこの試験の内容だと思ってください、えー、で、まあ、実際にですね、まあ、建物においては北側に向いてて童話がいても普通の建物それから、えー、よりも、まあ、あのカビが生えやすい それから風通しもほとんどないようなところなんかだとですねどんなにしっかり管理したとしてもカビが生えてくる、まあ、そういう物件であればね、えー、まあしっかり契約条項などでですね、えー、このカビなんかの現状回復においても賃退任が多いとかね、まあ、そういうことを書いてなければこのガイドラインに従っていくこととなりますのでねまあそういうトラブルがないようにまあ一般的な知識これを考えていってるというのがこの 不動産経営管理士に対する、ま、テーマの、ま、ちょっとプラスアルファの部分かと思っておいてください。でそういっ だあのーまあ、レックが提供している、まあ、最後少しですね、えー、案内というかね講座案内となりますけれども、まあ、ストレスなく勉強できるようにですねレジュメを最初の方のですね、えー、ガイダンスレジュメの方に戻っていただいて、えー、ダブル広角のチャンスの方のね、えー、こちらの方に戻っていただいてそちらの後ろの方の23ページに少しだけですね、えー、ちょっと講座案内なんかもありますのでそこだけ最後ちょっと 説明させてください。はいですね。はい、えー、関数で五番となっておりまして、ね、お題が、えー、こちらの最初に見ていたもうレジュメの方で、そちらの二十三ページですね。 2019年度、まあ、今年度どういうまあ講座を用意してやるかということで一般的な、まあ、インプット講座として合格スタンダード講座これ全6回2.5時間で非常に簡潔に進めていきます、まあ、ところでなんですが少し厄介なのはこの試験出し実施団体が1000ページを超えるような公式テキストをまあ用意して、まあ、極端な言い方をするとそこから出てくるんですねただそこから出てくるったって1000ページのものをどこをかいつまんでやるかっていうのは非常にきついところなのでそこからまあ加工音の分析であったりそれから え現状の賃貸のね状況であったりところをまあまあ推測というかかなりピンポイントでまあえ当てていってそして構成されているのがこのレックオリジナル抗議録です、えー、これは B5 番のまあ非常に薄いページでいうと160ページぐらいですからえ5分の16分の17分の1ぐらいにぎゅうしょぎゅう凝縮したものですね。そ、まあ、そこをももちろん知識とともにまずはその 試験に受かるということを財伝って得して考えなきゃいけないの。その試験に合格するということで集約したもの。その講義録と用意しております。それに従って進めていきますので、まずは試験合格のためには。まあ約一月ぐらいしか受験取れなかったとしてもね、それで十分間に合うように構成しております。もうテキストで進めていきます。まあ先ほど言ったね、実務上のガイドラインの知識なんかも踏まえてあるところですね。まあそれで進めていって、そして何と言ったって。過去問ね、あの宅建の試験以上に。 過去問の踏襲率が高いそしてそのままの記述の出てくることも多いので まあ、ただし、まあ、ちょっとした引っ掛けであったりそれから、まあ、ちょっとしたね実務上の知識だったりというところもありますので合わせて過去問講座こちらは時間の第前3回となっております、えー、その中で過去4年と考えると四肢16で160問、えー、あるんですがそこから何度も何度も出題されているポイントであったりそれからちょっと考えなきゃいけない引、まあ、っ掛けも踏まえたような問題これをピックアップして、えー、前3回にっっていっていますでこの2つの講座を受けて、えー、僕は確信しています。えー、落ちることはありません うん、しっかり聞いていただいてねやれば。あのー 現在においいては落とすす試験ではないでなしっかりした知識を持ってる方は受かってもらうという試験なのでこれがもちろん、えー、来年になるか再来年になるかは分かりませんけれどもね、えー、落とす試験になった時にね、えー、まあそうなってからでは遅いので今のうち受かってもらう試験の間、えー、まだ合格率は50あります50ということはほぼこの、えーまあ、講座をね、えー、つけて受かりますので、まあ、それを信じて是非是非ね、えー、ご一行くださればと思います。 思いますはい特にあの宅研受験されてる、えー、そうしてまあ、今年受けられるっていうから、ね、あの金銭面でもね、えー、かなりまあ有利にね、えー、まあ、ちょっと働いておりますのでその辺も考えてね、えー、受講ないしは考えてくださればと思います。はい、はいいそれでは資格説明そしてまあ、ほんのちょっとの模擬講義でしたがね、えー、1時間あ使ってくださってありがとうございます。はいそれでは、えー、もうこう聞いてくださるっていうことは受験することはもう確かだと思いますので、まあ、そこに向けて、えー、そして その少しでもねえー、っと皆さんのねその努力にプラスアルファのために講座が役立ったと講座が役立てばと考えておりますのでね、はいえー、ありがとうございました。